バーマネは中国党の政治家。字は金王。海州平県の出身。幼少から孤児となり貧しかったが、学問を好み、市伝に最も詳しかった。武徳年間に州の助教に任命されたが、講義や授業は生に合わず、職を去り、長安に移住して、中老将であった常何の触覚となる。上岸五年、体操が百官に御琴乗りして、 政治の特質について議論を出させたところ、武漢である常何から提出された二十数箇条の意見書が最も適切であった。常何を召したところ、しどろもどろの答えしかできなかったことを怪しみ、さらに問われた常何は意見書の筆者がバーマネであることを明らかにした。体操はバーマネを召し出して、共に語り、大いにいいにかなったので、観察漁師に任命する。 たくさんの政治上の意見を上層し、それらはすべて可能されたという。休事中から中書と練り、中書令に類進した。あまねは気楽に富弁論がうまく、精密にことを処理したため、当時最高の栄誉を得た。体操がかすりの書をたまい、乱、大取り領運、必ずし右翼。古行のより、誠在中領。と言わしめたことで、その信任の深さを知ることができる。 48歳で亡くなった時には、優秀都督を送り少量に倍増された。ありがとうございます。